マリエトアタヌマフィリ二世は、サモアのオレアオレマーロー。銃たら紙幣に肖像が使用されている。マリエトアは、現代サモア社会において、特別に高い権威を有する4人の大主張の一人である。有史以前から続く名門として、ツイトンガの帝国の支配をサモアから排除する戦闘に立ったと伝えられる一族であるが、実際の歴史はもっと新しいものと推察されている。 19世紀以降のドイツ・イギリス・アメリカの進出に、際しては、マリエトアと並ぶいくつかの大主張一族がそれぞれ、外国勢力と結びついて、サモアの支配権を争ったが、マリエトア一族からは、サモア国王を称した人物を複数排出している。1913年、一時、サモア国王を名乗った父、マリエトアタヌマフィリ一世と母も燃えるペウルイバ。 メレーセアートの長男として誕生した。ドイツの植民地支配を経て、サモアを委任統治、信託統治下に置いた、ニュージーランドのオークランド大学で高等教育を収め、セスティーブンス校ウィーズリー校で学んだ。学生時代は、ボクシング、ラグビー、クリケットを楽しんだ。1939年に、父が死去すると、翌1940年に、 マリーエトアの称号を継承し、父と同様、ニュージーランドから派遣されるサモア統治の最高責任者である高等弁務官の顧問となった。1958年には、ニュージーランドの代表団と共に、国際連合の総会に出場している。1959年には、同じくファウトゥアであったトゥプアタマセセメア、オレと共に、新憲法の起草と独立の準備を担当する。 委員会の共同議長となっている。同年には国家元首に代わる役割を果たす組織として、高等弁務官と玉合が2名からなる国務会議が設置され、田沼フィリ2世もそのメンバーとなった。新憲法の起草にあたっては、メア、俺と田沼フィリ2世が独立に際して果たした役割を尊重する形で、独立後最初の国家元首は、定員1名、選挙制、 任期五年という一般規定の例外として、特にメア、オレとタヌマフィリの両名が、共同かつ終身で務めるものとされた。この規定に従い、両者は1962年1月1日の、西サモア独立国の独立と共に共同でオレアを、デマールーの地位についた。メア、オレは、よ九1963年に放御したが、タヌマフィリ二世はその後も44年間にわたり、 単独でオレアオレマーローを務め、国民からは国府として仰がれ、慕われた。諸外国からも事実上の国王として敬意を払われた。外遊にも熱心で、1976年に中華人民共和国を訪問したのをはじめ、西ドイツ、大韓民国、イギリス、フィジー、トンガ、アメリカ合衆国のハワイ州などを訪れている。また、 1984年のロサンゼルスオリンピックを診断した。1989年の日本の昭和天皇の体操の礼、天皇の即位の礼にもそれぞれ劣席している。また、トンガ王家とマリーエトアトが親戚であることから、両国の関係は密接であった。1999年、公共事業担当大臣、ルアガラウレバウラカヌが、 性的によって銃撃され暗殺された事件では、犯人として死刑判決を受けたトイアウクソカインとレアファビタレ、エレティセレアファビタレの原型に尽力している。2007年5月11日、首都アピア市内で94歳で崩御。当時の現職の国家元首としては、世界で最高齢であった。タヌマフィリ2世の存在感を象徴するかのように、少なくない数の海外マスメディアが誤って、 サモアの国王陛下が、宝魚と報じた。イギリスの大英帝国勲章のコマンダー尺及び、聖マイケル、聖城寺勲章のナイトグランドクロス尺、ニュージーランドのニュージーランドメリット勲章のナイトコンパニオン尺の保持者、つまりリトゥヌとの間に三男三女がある。ゴルフを、生涯の趣味としており、サモアでは、タヌマフィリ2世が90歳を超える晩年まで、 自らゴルフカートを運転する姿が見られたという。また、1830年にイギリスの宣教師、ジョン・ウィリアムズが来島し、当時のマリエトアであったマリエトアバイヌ・ウポをキリスト教に改修させて以来、サモアではキリスト教徒が圧倒的多数派を占めるが、タヌマフィリニスイは和解教の信徒であった。ありがとうございます。